どうも料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今日はですね、僕にはちょっと珍しく今回甘いものをやってみたいと思うんですけども、つい先日ですね、ちょっと話題になりました。まあ話題になったって言っても多分ね、あのネーミングが話題になったと思うんですけど、デブミルクっていうですねレシピがありまして、僕あのクリームチーズに牛乳混ぜるのすごい好きでですね、これをですね、我が家ではですね、ちょっとデブになるミルクっていう意味合いを込めてですね、デブミルクって言ってるんですけど、これね死ぬほどうまいぞこれ。はい、まあ、このチャンネルで、ね、僕がすごい美味しいと思ったレシピしかやらないんですけども、これですねかなり美味しいレシピになりますので、作り方もマジで簡単なので、ということで、牛印デブミルクをですね作っていきたいと思います。まず材料ですね、クリームチーズ、これ雪印のクリームチーズを使ってます。これが 50g ですね、あとミルクですね 120cc、あとお砂糖、ただそんだけです。はい、まずですねこちら耐熱ボウルかなんかにですね、入れたクリームチーズ、こちらをですねでラップしないで結構です。こちら30秒、600ワット30秒チンします。30分チンしたものがこちらです。ちょっとね溶けかかってるの分かりますか。こちらにですねお砂糖、まあ、これね好みなんですけども、まあレシピだと小さじ4ですね。結構ね甘めになります。甘さ控えめがよろしい方はもうちょっと加減してください。こちらでまずねお砂糖と混ぜていきます。よーく混ぜてください。お砂糖がねクリームチーズ溶けるぐらい、できれば泡立て器の方がいいです。これその方がよーく混ざるんでね。お砂糖が混ざったなと思いましたら牛乳を3、4回に分けて入れていきます。こうしないとですねダマになっちゃうんですね、ミルクが。この時点でめちゃめちゃうまそうじゃないですかこれ。もうね飲みたいこの状態で。こんな感じですね、混ぜ混ぜしておきます。これからの時期ね寒いので、これね混ぜ混ぜしたらですねもう一回ね電子レンジ温めてもいいです。そうしたらねホットデブミルクになりますんでね。今回はちょっと冷たい牛乳を使ってますので、冷たいドリンクになっていると思います。よく混ぜるとちょっとねとろみがかったミルクになるんですね。実はねこれで完成なんですね。龍印ですね。龍印デブミルク、こんな感じで注いでいきます。ということでこれで完成です。龍印デブミルクめっちゃ簡単でしたね。調理時間もうほんと数分でした。これねこれ動画として成り立つのかって思ったんですけども、せっかく作ったのでね飲んでいきたいと思います。はい、いただきます。もうねデブになってもいい、もうそれぐらいも、まあ僕ねあの甘いのそんな食べないんですけども、好きは好きなんですよ。でその中で一番好きなのが乳製品なんですよ。皆さん分かってると思う、僕ね大体バター使うんでね、もう基本的に僕バター使ってれば何でもうまいと思ってるんで、そういうレシピが多いんですけども、まあ今回ですねクリームチーズもかなり好きなんですね。こちらと、ミルクを合わせてもうかなり濃厚なね、もうねこれね飲むチーズケーキってね今日僕言ってるんですけども、これ本当にうまいんですよ。でこれ本当にうまくて、このままもうごくごくいきたい気持ちをですねあるんですけども、ちょっとですね皆さん今回ねちょっと何か足りないと皆さん思ってると思うんですよ。何が足りないか分かりますか？お酒ですね、今日飲んでないので今回もですね皆さんお待たせしました。今回もですね飲みます。はい、こちら僕の家の秘蔵品ですね、マイヤーズラムですね、ダークラムと呼ばれてるやつですね、こちらをですね入れていく。これがうまいんですよ。もうねラムはねラムってねうまいんですよね。ラムってね大さじ1ぐらい入れたかな今ね、もうちょっと入れたかもしれないですね。ラムとミルクとクリームチーズ、これの相性が最高なんですね。ちょっと飲んでみたいと思います。いただきます。あーもうね幸せ。これねかなりパンチの効いたお酒になりましたね。これね僕ねラムの匂いがね、ラムってなんでこんな美味しいんでしょうねこれね。ラムを入れるとですね甘さがですちょっと抑えられますね。やっぱね香りが出てきて、ラムのこうなんですかね、やっぱお酒感も結構出てくるんで、ほんと大人のデブミルクになりますね。龍印大人のメグミルクじゃねえや、デブミルクですね。すいません、もうほんとメグミルクから抗議が来るかもしれないですけど、これ見せて出せるぞこれ。僕が料理研究家として、まあ多分僕あとで2、3年で消えると思うんで、2、3年で消えたらこういうちょっと気の利いたお酒を出すバーのマスターになります。まあ、それぐらい自信作です。まずねおやつ感覚で
ポテグミルクを作っていただいて、もうちょっとね大人の味を楽しみたいなって方はラム、もしくはですねウイスキーとかでも美味しいです、もしくはですね甘さをもうちょっと控えめにしてカルーアデブミルクに、するとですね本当に危険な味になると思いますので、皆さんね、あのこのカロリーに臆することなく、やっていただきたいなと思いますので、これですね1杯でね300キロカロリーぐらいありますんでね、皆さんぜひねこれを飲んでデブになっていただいて、まあ僕糖質制限のレシピもやってますので、そっちで痩せていただいて、痩せたらデブミルクで太ってみたいな、そういうなんかいいループをね作っていただいたらなっていうふうに思います。以上今回の料理うまそうだなとかちょっと作ってやろうかなとか思っていただいた方はですね、ぜひ、チャンネル登録および高評価を、ぜひねよろしくお願いします。